ていただくように、このように周りはもう真っ暗なんですけれども、今朝です。朝でまだ周りは真っ暗なんですけれど、意外とカピバラこういった暗闇でもご飯を食べている光景が見えます。ですので、日が昇ったら活動するというわけではなさそうです。ああいった鳥の声がすごく大きな声聞こえてますね。どちらかといったらカラスの鳴き声に似てるかもしれません。カラスの鳴き声で、ちょっとテンポが違うリズムで鳴いている。音の性質としてはカラスと似ているような気がします。今朝の5時です。朝の5時の時点でこのぐらいの暗さです。なのでカピバラが目が悪いということを聞いたことあると思うんですけど、鼻でおそらく物を探しているのか、目でその物を見ているのかというのは少しわからないですね。実際にそれは調べてみないとわからないんですけれど、ですが少なくとも夜でも暗い中でも活動は見られます。